これを見てみてくれ。ちょっと気持ち悪い見た目の星だろ。え、目玉親父が惑星になったの。そんなわけないだろ。目玉みたいな惑星が見つかったのは事実だけどな。そんな惑星が存在するなんて、宇宙って本当に変な場所だよね。まあそうだな。宇宙にはまだまだ無限の可能性があり、解明されていない部分も多いからな。だけど、今回の発見で宇宙に関する考え方が大きく変わるかもしれないんだ。え、そうなの？しかも興味深い惑星や天体が5つも発見されたんだ。大発見じゃないか。一つ目、目玉のような惑星。目玉？惑星が目みたいってどういうこと？ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 JWST が発見した新しい惑星なんだが、その惑星の面白い特性により、目玉みたいに見えるんだぜ。面白い惑星だね。この惑星、LHS-1140b っていう名前なんだけど、2017年に初めて発見された。2017年ってそんな最近もんなんだ。それで、どんな惑星なの？最初はミニネプチューンに分類されていて。つまり、海王星よりも小さいけど似たような性質を持つ惑星だと考えられていた。ふーん、それがどうして目玉惑星になったの？ JWST の観測によって、実はこの惑星に氷と水が豊富に存在する可能性があることが分かった。氷と水？それって生命が存在するかもしれないってこと？そう、その通りだ。氷と水があることで、生命が存在する条件が揃っているかもしれないんだ。モントリオール大学の天体物理学者、チャールズ・カディウックスも、この発見に驚いていて、生命の存在可能性を示している。すごいね、他に何か面白い特徴はあるの？ああ、この惑星の特性は興味深く、潮汐ロック状態にあるんだ。潮汐ロックって何？潮汐ロックとは、惑星が恒星に対して常に同じ面を向けている状態のことだ。ってことは、月が地球に対して常に同じ面を向けているのと同じってこと？そうだな。だから、この惑星も片方の面は常に昼、もう片方は常に夜ってわけだ。それが目玉みたいに見える理由の一つなんだ。なるほど。それと、ハビタブルゾーンって聞いたことあるか？聞いたことないなぁ。ハビタブルゾーンは、惑星が恒星から適度な距離にある領域のことを指す。このゾーンにある惑星は、液体の水が存在できる適温の範囲に収まるんだ。だから、生命が存在する可能性が高くなるんだぜ。なるほど、それで LHS-1140b はハビタブルゾーンにあるってこと？そういうことだ。この LHS-1140b は、恒星から適切な距離にあり、水が液体のまま存在できる温度に保たれている。その軌道ってどんな感じなの？ LHS-1140b の軌道はかなり興味深い。この惑星は恒星の周りを約 24.7 日で一周しているんだ。つまり、1年が 24.7 日ってことだな。それってすごく短いね。そうなんだ。でも、その短い軌道のおかげで、この惑星は常に恒星の影響を強く受けている。これが潮汐ロックの状態を維持する要因の一つでもあるんだ。恒星の影響を強く受けるってどういうこと？恒星に近いので、強い重力と放射線の影響を受けるんだぜ。だから、昼の面は非常に暖かく、夜の面は非常に冷たくなる。観察の結果から、この惑星が岩石やミニネプチューンの可能性を排除できた。そして、大気中に窒素が存在する兆候を見つけたんだ。この窒素の存在は、生命維持に重要な要素の一つなんだぜ。窒素が重要なの？そうだ。地球の大気にも大量の窒素が含まれていて、窒素があることで、生命が存在するために必要な環境が整う可能性があるんだ。この発見を受けて、カディウックス氏はこのように言っている。これは、居住可能な可能性のある太陽系外惑星の探索における大きな節目となるだろう。本当に宇宙人とか住んでたら激アツだね。その通りだな。そして LHS-1140b の生命の居住の可能性として、大きさが地球の 1.73 倍で、質量は 5.6 倍だということもある。それって、どんな意味があるの？大きさと質量が地球よりも大きいということは、その分重力も強いということだな。だから、表面にいると感じる重力も地球より強くなるってことだ。重力が強いと、どんな影響があるの？例えば、物体が落ちる速度が速くなるし、人間が歩くのも重く感じる。でも、それだけじゃなくて、惑星の大気も熱くなる可能性があるんだ。大気が熱いと、外部からの放射線を防いだり、熱を保持したりするのに役立つんだぜ。ハビタブルゾーンにあるだけでなく、潮汐ロックの特性も合わせて、この惑星が生命の存在に適しているかもしれない。なかなかハイスペックな天体ってことか。さらに観測によると、恒星を向いている側の温度約27度くらいだ。これは地球の温暖な地域と同じくらいだね。
生命が存在するのに適してる温度じゃない？そうだな。液体の水が存在できる温度範囲に収まっているから、生命が存在する可能性が高まるんだ。さらに、反対側の冷たい部分では氷が存在する可能性がある。なるほど、暖かい部分では水が液体のまま存在して、冷たい部分では氷になるんだね。そうなんだ。そして、この温度差が生命の存在にとって重要な環境を作り出している。恒星を向いている側では、水が液体のまま存在しやすい一方で、反対側では氷が溶けて水になるサイクルが起きている可能性がある。そのサイクルが生命の維持に役立つんだね。そうだな。水の存在だけでなく、その循環も生命の存在には重要なんだ。このような環境が整っていることで、LHS-1140b は生命維持に適した惑星と言えるかもしれない。他にも何か特別なことはあるの？ああ、恒星から受ける放射線の影響も考慮しなければならない。LHS-1140b は恒星に近いから、放射線の影響を強く受ける可能性がある。でも、熱い大気がその放射線を防ぐ役割を果たしていると考えられているんだ。それも生命維持にとって重要なことだね。二つ目、腐った卵のような匂いがする惑星。え？フラン臭がする惑星？箱根の大涌谷みたいな匂いか。そんなイメージだ。JWST が発見した、腐った卵のような匂いがする、ホットジュピター惑星について話すぜ。ホットジュピター？それって何？ホットジュピターは、木星のように大きいガス惑星なんだけど、恒星に非常に近い軌道を回っている惑星のことを指す。この惑星の名前は、HD189733b だ。この HD189733b っていう惑星はいつ発見されたの？ HD189733b は、2005年に発見された。ホットジュピターは、地球から約 64.5 光年離れたヘラクレス座の方向にあるから。私たちが現在見ている HD189733b の姿は、64.5 光年前のものなんだ。すごく遠いね。でも、どうして腐った卵のような匂いがするの？その理由は、大気中に硫化水素が発見されたからだ。硫化水素？この硫化水素が HD189733b の大気中に、多く含まれていることで、腐った卵のような匂いがするってわけだ。硫化水素が見つかったことには、どんな意味があるの？科学的にはいくつかの重要な意味があるんだ。まず、硫化水素は高温高圧の環境で生成されることが多いから。この惑星が、非常に過酷な環境にあることを示している。過酷な環境ってどんな感じ？例えば、HD189733b の表面温度は、1000度を超えると言われている。1000度、えぐい温度してるね。そんな高温の環境で硫化水素が存在することは、惑星の内部で激しい火山活動やその他の地質活動の可能性が考えられる。だから硫化水素の存在は、大気の化学組成や進化についての手がかりにもなるんだ。一体どんな手がかりになるの？例えば、惑星が形成された場所や、どのような材料からできているかを推測するのに役立つ。硫化水素の発見だけで、こんなに多くのことがわかるんだね。それで、この惑星の物理的特性ってどんなものなの？木星のようなガス惑星でありながら、恒星に非常に近い軌道を回っているんだ。どれくらい近いの？ HD189733b は、約 2.2 日の周期で恒星を一周しているんだ。つまり、たった 2.2 日で1年が過ぎるんだぜ。それってすごく早いね。HD189733b の質量は、木星の約 1.13 倍、半径は約 1.14 倍だ。そして大気中にはヘイズ、霞が存在していることもわかっている。ヘイズって何？ヘイズは、大気中に微小な粒子が漂っている状態のことを指すんだ。これが HD189733b の、特徴的な青い色を作り出している。青い色の木星みたいな感じ？綺麗なんだろうな。そうだ。そして潮汐ロックの温度差によって大気が激しく巡回するんだ。高温の側では大気が上昇し、冷たい側では降下する。これが非常に強い風を引き起こす。大気が循環して強い風が吹くんだね。それってどれくらいの風速になるの？観測によると、風速は秒速数千メートルに達することもある。これは地球の嵐とは比べ物にならない強さだ。想像できないほど強い風だね。他には、JWST の観測によって、大気中には酸素や炭素を含む様々な分子が見つかっていて、なんと水も見つかっている。水があるってことは、生命が存在する可能性があるってこと？さすがに1000度の環境じゃ、私たちは住めないけど。そうだな。HD189733b の過酷な環境では、地球のような生命が存在するかどうかはまだわからない。でも、水の存在は大きな手がかりになるんだ。他にはどんな分子が見つかったの？二酸化炭素や一酸化炭素も見つかっている。そ
その他には、メタンの欠如や重金属の発見があるんだ。具体的には、鉄やマグネシウム、シリコンなどの重金属が検出されている。これらの元素は、惑星の大気中に微量ながら存在していることがわかっているんだ。ああ、これからも JWST の観測を通じて、さらに多くのことがわかるだろう。今はどんなことに注目されているの？次に注目されているのは、さらに詳しい硫黄の追跡調査なんだ。硫黄の追跡調査？それって何のためにやるの？硫黄の追跡調査にはいくつかの重要な目的がある。まず、硫黄の存在が HD189733B の大気や気候に、どのような影響を与えているのかを詳しく調べることができる。具体的にはどんな影響があるの？例えば、硫黄が大気中でどのように巡回しているのか、他の成分とどのように反応しているのかを調べることで、惑星の大気の動態や気候の変動についての理解が深まるんだ。硫黄の分布や反応を調べることで、HD189733B の大気の進化や、現在の状態についての新しい知見が得られる。また、他のガス惑星の大気の研究にも応用できるんだぜ。硫黄の研究が他の惑星にも役立つんだね。そうだぜ。硫黄の存在は、他のガス惑星や衛星の大気にも共通する現象だからな。例えば、木星の衛星硫黄の火山活動でも硫黄が大量に放出されていることが知られている。それで硫黄の研究が重要なんだね。ああ、硫黄の追跡調査を通じて、惑星の大気の科学的な動態や進化についての理解が深まるんだ。これは宇宙科学全体にとって非常に重要な研究だぜ。三つ目、謎めいた明るい物体。最近 JWST が、初期宇宙で謎めいた明るい物体を発見したんだけど、この発見は天文学者たちをかなり困惑させているんだ。謎めいた明るい物体？よくわからないね。それが、この物体が銀河もしくは銀河の核である可能性が高いんだけど、これまでの宇宙モデルでは、説明できないものなんだ。本当に謎めいているだけじゃん。そうなんだ。天文学者たちを困惑させた理由の一つは、ビッグバンからわずか6億から8億年後の初期宇宙で、非常に明るい赤い物体が、3つも見つかったからだ。この時期にこんなに明るい物体が存在するのは、これまでの宇宙モデルでは説明がつかない。その明るい赤い物体ってどんなものなの？この3つの明るい赤い物体は、初期宇宙で非常に古く、そして大きな質量を持つものと考えられている。JWST の観測によって明らかになったんだけど、その詳細はまだ完全には解明されていないんだ。その物体だけど明るいって言ってたけど、どれくらい明るいの？観測された赤い物体の明るさは、現代の銀河と比較しても非常に明るくて、初期宇宙にこれほど明るい物体が存在するのは、非常に珍しいことなんだそうだ。なんでそんなに明るいのか、理由はわかってるの？その理由についてはまだ研究が続いているんだが、いくつかの仮説が立てられている。一つは、これらの物体が非常に大きな質量を持つ銀河である可能性。もう一つは、これらの物体が超大質量ブラックホールを持つ銀河の核である可能性だ。でかい銀河か、でかいブラックホールかって感じか。この発見は、初期宇宙での銀河やブラックホールの形成に関する、新たな発見があるかもしれないんだ。なるほどね。さらに銀河の中心には、超大質量ブラックホールが存在していることも多くて、初期宇宙の銀河に超大質量ブラックホールが存在することで、その銀河が非常に明るく見えている可能性もある。つまり、銀河説とブラックホール説の合体バージョンか。その通りだ。だから初期宇宙での、ブラックホールと銀河両方の関係性や、成長についても知れるかもしれない。ただの赤い点から思った以上に色々わかるかもしれないね。この発見により、研究者を困惑させているポイントって他にあるの？銀河の成長が早すぎる点もだな。成長が早すぎる？例えば、銀河同士の衝突や融合が頻繁に起こり、その結果として急速に質量が増えていくという可能性がある。また、初期宇宙には現在とは異なる環境条件があって、それが星や銀河の形成を加速させたのかもしれない。それって、今のモデルを修正する必要があるってこと？ああ、今回の発見は現代の宇宙モデルを見直す必要性を示しているかもしれない。新しい観測結果に基づいて、宇宙の進化についての理解を深めるために、モデルを改定する必要がある。現時点では、どの可能性もあり得ると考えられているから。追加の観測と研究が必要で、JWST のさらなるデータがその正体を解明することを期待されている。ウェップの頑張りに期待だね。四つ目、地球サイズの惑星。次は JWST にて発見された、1000億年も生きる地球サイズの惑星だ。その名もスペキュラース 3B。1000億歳の地球サイズの惑星だって。なんか宇宙人も期待できそうじゃない。さらにこの惑星は、非常に面白い特徴を持っているんだ。
どんな特徴があるの？この惑星は、私たちの太陽系外にある超低温矮星という、非常に低温の恒星の周りを回っている。超低温矮星ってそのまま温度が低いってこと？ああ、質量が軽く温度が低くて、温度が約2500度程度しかない恒星だ。太陽と比べるとかなり温度が低いね。特に驚くべきは、この恒星が太陽よりも1000億年も長く生きると考えられていることなんだ。1000億年ってすごいよね。恒星もそれだけ長生きってこと？そうだな。通常、私たちの太陽のような恒星は約100億年の寿命を持っているんだけど、超低温矮星は非常に低温で燃焼が遅いため、非常に長寿命だ。それに、恒星に非常に近い距離で軌道を回っている。どれくらい近いの？スペキュラース 3D は、恒星の周りを約10日の周期で回っているんだ。つまり、私たちの1年がこの惑星では10日で過ぎるんだぜ。最近発見されている惑星って、どれもこれも1年が早いのばっかだね。それで、どんな環境なの？恒星に近いことで、表面温度は非常に高くなると考えられているんだ。また、この惑星も潮汐ロックの状態にあるとされていて、この発見は、私たちの太陽系外にどれだけ多様な惑星が存在するのかを示している。新たな発見ってロマンを感じるね。このスペキュラース 3B って、生命が住めるかもしれないの？残念ながら、この惑星は生命に適していないと考えられている。そうなの？まず、スペキュラース 3B は恒星に非常に近いから、水が液体の状態で存在できない。表面温度が高いって言ってたもんね。それだけじゃなく、潮汐ロックの状態にあることで、片側が常に恒星を向いていて超高温。反対側は常に暗くて冷たいという極端な環境になっているんだ。これらの条件は、生命が誕生して生き続けるためには非常に厳しいものなんだ。そんなに極端な温度差があると、もし住めても辛そうだね。ただこの惑星が、惑星形成や進化のメカニズムを理解する上で重要な手がかりにある可能性もあって。例えば、惑星がどのようにして潮汐ロックの状態になるのか、その影響がどのように現れるのかを研究することができるんだ。また、スペキュラース 3D のような極端な環境でも、どのような科学的プロセスが起こるのかを調べることで、他の惑星の気候や大気の理解も深まるんだ。なるほど、生命がいなくても、惑星そのものを研究する価値があるんだね。ああ、このような過酷な環境にある惑星を研究することで、宇宙全体の理解を深めることができる。そして、スペキュラース 3D について、赤外線観測によって発見がされていっている。赤外線観測って何がわかるの？赤外線観測は、惑星の大気や表面温度を調べるために非常に有効だ。スペキュラース 3D のような惑星は、恒星の光を反射するだけでなく、自身も赤外線を放射している。その赤外線を観測することで、惑星の大気の成分や温度分布を詳しく調べることができるんだ。なるほど、赤外線で大気のこととかがわかるようになるのか。大気の組成がわかると、その惑星の気候や天候、さらには、生命の可能性についても多くの情報を得ることができる。また、大気の流れや温度分布を調べることで、地質活動についても手がかりを得ることができて、これからの観測で、大気と地質活動についてさらに詳しいデータを収集することが期待されている。微生物みたいな、極限の環境でも生きていける生命でもいたら面白いのにな。実は、天文学者たちはスペキュラース 3D の兄弟天体を探す試みをしている。兄弟天体ってどういうこと？兄弟天体というのは、同じ恒星を回る他の惑星のことだ。つまり、スペキュラース 3D と同じ恒星系内に存在する他の惑星のことを指しているんだ。スペキュラース 3D の周りに兄弟天体が存在するかどうかを調べるために、詳細な観測が行われている。まだ発見には至ってないんだけど、もし兄弟天体が見つかれば、惑星の形成過程や恒星系の進化について、さらに詳しく理解できる。へえ、兄弟天体が見つかるとどんなことがわかるの？兄弟天体が見つかることで、スペキュラース 3D のような惑星がどのように形成され、進化してきたのかがより詳しくわかるんだ。また、他の惑星との相互作用や恒星からの影響も明らかにすることができるんだ。そして第一にこの惑星の研究は、地球サイズの惑星がどのようにして形成されるのかを理解する助けになる。スペキュラース 3D のような惑星がどのようにして形成され、進化してきたのかを調べることで、他の地球型惑星の形成プロセスについても理解が深まるんだ。なるほど、私たちの地球のこともわかるかもしれないんだね。その通りだ。そして、第二に、スペキュラース 3D の大気や表面環境を調べることで、極端な条件下での惑星の特性を理解することができる。これにより、他の系外惑星の気候や大気のモデルを改良する手助けになるんだ。
極端な環境でも研究する価値があるんだね。そして第3に、超低温矮星の周りにある惑星の研究は、長寿命の恒星系についての知見を深めることにつながる。これらの恒星系は、太陽系とは異なる進化を遂げている可能性があり、それを理解することで宇宙全体の恒星や惑星の多様性についての理解が進むんだ。いろんな恒星系を知ることで、宇宙のことがもっとわかる。ああ、そして最後に、スペキュラース 3D のような惑星の研究は、将来的に居住可能な惑星を探す上での基礎データを提供してくれるんだ。極端な環境でも生命が存在する可能性を探ることで、どのような条件が生命にとって重要なのかをより深く理解できる。それって、私たちが将来住める惑星を見つける手助けになるってこと？そうだぜ。スペキュラース 3D の研究は、私たちが宇宙での生命の可能性を探るための重要なステップだ。これからもこの惑星の研究が続けられていくことで、さらに多くの発見が期待されている。5つ目、蛇座の反射星雲。最後は、蛇座の方向にある約1300光年先の反射星雲、サーペンズネビュラだ。最近、JWST で観測されたことで話題になっていて、星雲の内部構造や若い星々の周りにあるガスやダストの分布をはっきりと確認できたんだ。反射星雲ってことは、何かを反射する星雲ってこと？まあそんなイメージだな。反射星雲は、周囲の星の光を反射して輝くガスや、ダストの雲のことを指して、自ら光を放つわけではなく、周囲の光源からの光を反射することで輝いて見えるんだ。本当に反射している星雲ってことか。それにしてもめちゃくちゃ綺麗な星雲だね。ああ、これぞ宇宙って感じだよな。サーペンズネビュラは、特に若い星々が多く存在していることが特徴で、星が生まれる過程で放出される、ガスやダストが豊富に含まれているから、星雲全体が美しく輝いて見える。星が生まれる過程でガスやダストが放出されるの？そうなんだ。星が形成される時にはガスやダストが、重力によって集まって徐々に圧縮されていき、この過程で、周囲のガスやダストが反射星雲として見えるようになるんだ。それが反射星雲の正体なんだね。それがすごいんだ。JWST の近赤外線カメラ、ニアカムを使って観測した結果、サーペンズネギュラの中にある星々やガス、ダストの詳細な画像が得られたんだ。ニアカムは非常に高感度で、目に見えない赤外線を捉えることができる。これによって、星雲の内部構造や若い星々の周りにあるガスやダストの分布が、はっきりと見えるようになったんだ。なるほど、それで内部の詳しい様子がわかるんだね。そういうことだ。特に、ニアカムによって若い星々の周りにある、プロトプラネタリーディスク惑星形成円盤が確認されたんだ。これらのディスクは、星が形成された後に残るガスやダストの円盤で、将来的に惑星が形成される場所だ。惑星が生まれる場所が見えるってすごいね。ああ、これによって星形成と惑星形成の関係についても詳しく研究することができるようになる。また、ニアカムは星雲内のガスの運動や密度分布も明らかにしてくれるんだ。ガスの運動や密度分布って、どうして大事なの？ガスの運動や密度分布を調べることで、星がどのようにしてガスを集め、成長していくのかがわかる。また、星同士の相互作用やガスの流れによって、星形成のメカニズムが解明されることが期待されているんだ。なるほど、星が生まれる仕組みを詳しく知るためには重要なんだね。また違った面白い発見があったんだぜ。どんな発見？原始星から噴出するジェットの向きが揃っているんだ。これは、星形成過程における興味深い現象なんだ。原始星って何？原始星は、生まれた直後の星のこと。そして、ジェットというのは、原始星が形成される際に、その陽極から吹き出す高エネルギーのガス流のこと。このジェットは星の形成に伴って発生し、周囲のガスやダストを吹き飛ばす役割を果たすんだ。それはわかったけど、どうして向きが揃うんだろう？ジェットの向きが揃う理由として考えられているのは、星形成領域全体の磁場の影響だ。磁場は星形成領域内でガスやダストの動きを制御する大きな要因の一つなんだ。磁場が関係しているんだね。ああ、星形成領域に強い磁場が存在すると、その磁場に沿ってガスやダストが整列しやすくなる。これにより、原始星から噴出するジェットも磁場の方向に揃うことが多くなるんだ。へえ、磁場がジェットの向きを揃えるんだね。さらにジェットが揃っていることで、星形成領域内での物質の分布や運動もより整然としたものになるんだ。これにより、星の形成プロセスがより効率的に進む可能性があるんだ。ほうほう。そして JWST の観測によって、サーペンズネギュラ内でのジェットの向きが、揃っている様子が詳しく観測されたんだ。このデータは、星形成過程における磁場の役割を理解する上で非常に重要なんだ。
加えて、星の形成の最初のステップに分子雲の崩壊がある。分子雲ってどんなものなの？分子雲は主に水素分子で構成されていて、星間空間に浮かぶ巨大なガスとダストの塊だ。この雲が自重で収縮し始めると、星の形成が始まるんだ。どうやって分子雲が崩壊するの？分子雲が崩壊する主な原因は、重力の引力なんだ。雲がある一定の密度に達すると、重力がガスとダストを引き寄せて圧縮し始め。この過程で分子雲が崩壊し、やがて星が誕生するんだ。そうやって星は生まれるんだ。そして、JWST の観測結果はこの理論をさらに裏付けるものになる。つまり今回の分子雲の観測で、よくわからなかった星雲の内部構造がよく見えたってことと、新しい星が誕生する様子と、ジェットが揃っていることから、新しい星が誕生する理論が証明されたってことだね。その通りだ。JWST の観測は、本当にいろいろなことをいつも見つけてくれる。これからももっとたくさんの活躍をするはずだし、ずっと応援しているよ。やっぱり宇宙の話って聞いてると、とてもロマンを感じるね。まだまだ解明されてないことが多いからな。これからどんな発見がされるか楽しみだな。科学技術の進歩ってすごいね。今までわからなかったことが、どんどん解明されてるもんね。そうだな。だけど、天文学者たちの努力あってこその研究成果だぜ。本当にその姿勢に感服するよ。今回の中では、どれが興味あった？私は、目玉惑星かな。宇宙に行って直接見てみたいって思ったよ。ドラゴンボールの世界のように宇宙船が発明されれば、一般人でも見れるかもしれないな。そんな未来が来ることを期待して待ってるよ。